感じ。よいしょ。ナイス。線変えたのかしら。裏に入れThank you.
ッケよし。198m のパー4って結構長いホールですね。はい、慣れた感じですね。あの
イス、ナイス。
本当に力のいいポーズですね。すごい。Thank you.
のゴール狙おうか。はい。グループ、やっぱり一番のゴール。梶山学選手です。おめでとうございます。オープン部門第1位梶山学さん、初めて、来ることができて本当に気持ちよく、投げさせてもらって、非常にいい、練習というか試合が、できたのが非常に嬉しく思います。この場所は本当に、僕もいろんなところを遠征してますけど、本当にディスクの軌道がですね、最初から最後まで見える場所としては数少ない場所かなと。それから常設でこんな長いコース、もっと手を加えればもっと難しいコースもできる場所なので、本当にここでもっと強い選手が現れてもおかしくないなっていうのを感じた大会でした。本当に大会のスタッフの皆さんには感謝してますし、それから一緒に競い合ってくれた選手にも本当に楽しく興奮してできたのが本当に心に残っています。また来たいと思います。どうもありがとうございました。お疲れ様でした。最後TSF2 人の決勝順位争いになりましたけれども、違うな、優勝争いをトップとしてたんです。なるほど、2人で追いかける形ですね。そうです、別に2人で順位争いしてたみたいな。なるほど、いきなこと聞いてください。それではお願いします。インタビュー、非常に難しい風が吹いてきたと思うんですけども、この風に対してはどう思いますか？そうですね、大崎選手は気にしないということインタビューなくてですね。はい、2日間通じてですね、この舞妓のコース長いんですよ。で、
2ラウンド目からね、マラ君と陽平君とマスラ君と3人が出るとなってずっと同じメンバーで、きつい何がきつかったの？もうね、ティーショットが終わるとですね、みんな僕より15メーターから20メーター前にいるんですよ、はい、最初はそれでうわ、俺も頑張んなきゃと無理して何ホールかミスったんですけど、はい、2ラウンド目から途中で、しょうがないよ、もう上だからなって割り切れてやったのが、まあ、良かったかなって感じですね、はい、最後のパットはご愛嬌でマジでって言ってましたね。僕もね、あんまり緊張してなかったんですよ、はい、近かったから、俺は入るだろうと思って、いつも通りやったんだけど、もうチェーンでしょ。まあさすがにでもリカプリーで次入れましたが。よく入れましたね。はい。はい、練習してたんで、サードミスも。はい、大滝選手はどうですか？いや今回、こんなに広いコースで、特に障害物も少なく、完全に自分向きのコースだったので、はい、気持ちよく投げてたんですが、やっぱり後半慣れてないメンバーでもあり、はい、緊張感がだんだんと増してセミファイナルあたりは良かったんですが、まだまだ決勝ちょっとね、最初ですね、風もあったのもありますけど、はい、でもすごい分かる。という中での、第25回日本選手権、1位が、梶山学選手、3打差で2位タイということで、菊池哲也選手、そして大滝陽平選手、のという順位で、決勝あと4位が松田選手ですね。ちょっとおしゃれなスカウトが入ってます。ありがとうございます。ユーストリームには関係ないですが、はい、それでは最後に一言いいでしょうか、はい、東京スタイリッシュスポーツなんですが、はい、プロ養成機関ではありますが、東京スタイリッシュスポーツは、はい、別にプロになってほしいものではなくて、はい、ディスクゴルフを底辺から広げて裾を広げたいとやっています、はい、別にプロなんていなくてもいいと思います、はいはい、みんなで楽しくディスクを興味ありやってみたいなと思う方はもう、東京と名前がついていますが、はい、それは世界的大都市なだけなので、はい、どこ秋田です神奈川です、はいはい、取って強いで最高です、はい、みんな違うので、はい、ぜひぜひ一緒に楽しくディスクをやりましょう、はい、ということで、この番組は、株式会社ヒーローさんの提供でお送りしました。じゃあ3人最初最後に、はい、それではさよなら、はい